おはようございます。鹿沼智香です。山本蓮理です。今日はですね、山本さんの夢見菓子製造室の工房に朝から来てまして、今8時半ぐらいですね、撮影しております。山本さんは今日は比企企業塾の方に講師に行かれるということで、私はこれから松戸のワークショップへ行ってきます。ということで、今回は前回、イケアスイーツの現状報告の動画をアップしたんですけれども、それで見てくださった方に何個入りがいいですかとか質問をこう投げかけしたんですけど、なんかそんなことしてるうちに、あれ私ってなんかロシアンケーキ、ロシアクッキー、ロシアンクッキー、どっちもいいですね。ロシアケーキとロシアンクッキーを私自身があれなんか食べたことあったっけとか、なんかよくわかんないなっていうことにようやく気づきまして、で今回いろいろロシアケーキを探してきましてですね、買ってきました。1、2、3、3つ。それからあとおまけこのクッキーも開封していきたいと思います。1つ目が中村製菓さんのロシアケーキ、2つ目が栄光堂製菓さんのロシアケーキ、そして、最後に村上海進堂さんのロシアケーキを開封していきたいと思います。あとこれ、はいでは1個目から早速いっていきたいと思います。これは中山製菓さんのロシアケーキで8個入り648円です。安いですよね。だってそんな結構大きい。開けていきましょう。じゃーん。ロシアケーキって書いてあります。オープン。じゃじゃーん。あ、すごい。すごい大きい。1個が大きい。しかもなんか、俺が想像してたやつ。めっちゃ大きいですよね。大きいんだね。なんか私これ大きいかどうかもよく、なんか家庭で作るイメージしかなかった。そうなんだ。1枚多分、普通にこう大きいクッキーが焼いてあって、その上にさらに、2層になってるよね。そうだよね。1回焼いてから上にもう1個あって、で、ジャムが入ってますね。手のひらぐらいの大きさ。ここもね、なんかすごいしっかりしてます。1、2、3、4、5種類 ?6 種類。キウイとストロベリーが2個ずつ入ってます。あとは、ちょこ。ベルちゃんが赤色で、じゃあ私この緑色、いってみたいと思います。絞り出し方が違うんです。そうなんだ。これだって丸でしょ？こっち側でしょ？ギザギザ。ほんとだー。金が違う。かわいい。これ648円開けました私。はい。マリなんかレトロなやつ。マリだっけ？そう、箱の。そう。うん。うん。ナッツだ。食感はマカロンじゃないけど。うん。生地はマカロン。こっちも食べてみたいと思います。キウイのロシアケーキいただきます。フラワーキウイって、フラワーってこれは絞り出し方がフラワーってこと？かわいい。結構レトロなクッキーの味がする。ジャムの部分めちゃくちゃなんじゃない？歯につく。飲みごたえありますね、1枚で。しっかり。すごい、ちゃんといちごの粒が見える。はい、というわけで今日の動画はここまでです。続きはまた明日アップしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた